ごきげんよう、ガラクタヤオルドです。今回は、とりあえず依頼を受けたので、こちらをテーマにしたいと思います。仮面ライダーグランドジオー別ライダー論争です。ジオーとグランドジオーが別ライダーじゃないかみたいな論争なんですけど、まあ、その過程について簡単に話したいと思います。元はといえば、01のネタバレで、あれの名前が出てきたときに、01とあれが別ライダー論争じゃないかみたいなところから、飛び火したようです。まあ、それについて、まあ、いろいろと、多分大元になってるツイートはここじゃないかなっていうのを見つけたんで、そちらについて触れたいと思います。では、仮面ライダージオー、ホニャララアーマーじゃなくて、仮面ライダーグランドジオーって公式からなってるから、別ライダーって扱いになってるよ。変身者が同じでベルトが同じでも別のライダーとして扱われる例は結構多い。というわけで、まあ公式のホームページで、仮面ライダージオーとグランドジオーがなんか別項目みたいな感じで扱われてるから別ライダーじゃないかっていう風には言われているようですね。で、まあ、それについてそういう考え方違くねみたいな。表記で名前が違えば別ライダーそれおかしくねみたいな感じで、まあその後に、まあ別の人がまとめたようなんですけど、電王と入連電王は別ライダー、当たり前。兜とダーク兜は別ライダー、当たり前。クローズとクローズチャージは別ライダー。まあわかる。残月と残月神は別ライダー。解釈と状況によってはわかる。グリスとグリスブリザードは別ライダー。え？ジオとグランドジオが別ライダー。は？いや、最後の二つおかしいでしょ。いや、おかしいおかしい。グリスもグリスブリザードも、結局、カズミだから変身できたみたいなところがあるから、それ別ライダーおかしくね。ジオとグランドジオ、どっちも、相互が変身したから、別ライダーはおかしくね。まあ、この理論でいくと実は、クローズとクローズチャージも別ライダーおかしくねみたいな感じに思うかもしれないんですけど、簡単にここで話しておくと、クローズチャージというより、スクラッシュドライバーとドラゴンエナジーボトルって、なんていうかな、もともとセントが自分で使おうとして開発してた、というか、複製してたものなんで、実は、クローズチャージの変身者は、バンジョーとは限らなかったんですね。というところを組んで、実は別ライダーっていうのは、まあ、わかるっていうふうに言ってるんだと思います。で、まあ、結論言っちゃいますと、まあ、俺の意見から言うと、もうどっちでもよくね？いや、こんな口論をしてるのがくっそくだらねえ。どっちでもいいだろ、これ。というわけで、今回は、仮面ライダーグランドジオー別ライダー論争について、まあ簡単に取り上げました。よければ、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。